ディーラボ会員です。子供の、ことで何か何度か質問させてもらってます。子供がゲームをするメリット、デメリット、またメリットがあるとしたら何系のゲームをおすすめでしょうか。いつもありがとうございますことなんですが、ゲームに関しては結構適当なことを言っちゃってる、頭の悪いうどん資格ってのはその知事とか、いるんですけれども、まあ、ああいう、まあ、エビデンスがないことでガタガタ言ってる人ってのは放置でいいと思うんですけど、実はゲームも種類によります。実は、ね、皆さん知ってました?昔、本を読むことが責められた時代があったんですよ。すごい昔だけど、本を読むことによって人との会話がなくなっちゃうから、本を読むのは人間に良くないって言われた時代があったんですよ。うん。で、テレビとかもやっぱりテレビのとか言われて、ダメだったらゲームだったらゲームのとか言われて、今だったら SNS がやばいとか言われてるんですけど、実はこれ全て使い方です。SNS もそうだし、ゲームも使い方です。例えばゲームも、暴力的なゲームをやると暴力性が上がるっていう研究ありましたけど、あれ今覆ってて、あんま変わんないんじゃない?ってか、むしろ、ちょっと柔らぐんじゃないって研究があったりとかするし、あとゲームも、じゃあ一番子供たちにとっていいゲームは何かって言われたら、社会に出て一番役に立つゲームはそれこそ Apex とか、あとデッドバイデイライトみたいな協力が必要なゲームです。チームを作って見ず知らずの人あるいは友達と協力をして何かの、クエストをクリアするとか、ゴールにたどり着くとか目標を達成するとか、こういうふうに協力を促すの練習になるのゲームって子供たちの社交性を上げてくれるんですよ。だから子供たちには一人でやるゲームとかもこもことやったりするゲームっていうのはあんまりメリットないかもしれないけれども、他の人と協力関係を作ったりするゲームは社会に出た時のいわゆるこうロールプレイみたいなものになるんですよ。だからゲームを全部気にするのは科学的にも間違ってるし、それを強要するような、まあ、うどんしか食べてないような感じの、知事とかは、まあ、あのね、ゲームのを疑う前にあの自分のうどん脳の方を疑った方がいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。